それはそうサンタヌイと年、サンタヌイは配られてんじゃないいやチョコレートがね一番早めにもう熱くなったら溶けて終了だから早く届けてって僕がせ、ま、っついて今送られてるのはあるもうグッズもさ確か累計が出たはずえ、ガチで10万以上配ってるグッズはギネスス乗ると思う申請すれば世界で一番 無料グッズを配布した人間としてギネスに乗ると思う申請すればねちゃんと記録も残ってるし10万も超えてるかやるかギネス10万のグッズ単体で送料とか発送料手数料を全部含めると大体1000円超えるから10万 ×1000 っていくらなんの1億, <laughs> 返してくれ1億返してくれ !1 億返してくれ く、家建てるわ、僕 !1 億今すぐ返してくれやっぱやめるわみんな金返してくれもうふざけんなよ、1億もバカだろ、こんなんで1億使ったら年収400万なのにどっから1億も出たんだようわぁ。バカだな触伝わりますかねそういう話すればよかったんだよね今日のゆゆうたみやこの泥沼バラエティで。そういうさ、いい話いっぱいあるわけよ。 坂本はもうグッズをファンにいや一番世界で一番ファンサーをした男みたいなそういう伝説を出してくれればいいよかったのにゆうたが変にファンだったから出すところおかしいよファンザ伝説はみたいな伝説じゃねえよそこちなみにグッズを配り出した理由は坂本が自分で金持つと破滅するからもらったお金は還元するって言い出して始まってよふざけんなよ <laughs> 15年前の自分ふざけるなよ 困ってるんだ今、金に困ってるんだ。今、車も買えずに困っている。トヨタの、トヨタの CV、CVR だかの中古車の6年落ちが、だいたい180万から230万ぐらいの間で、手頃な値段だから、多分その辺に落ち着きそうなんだよね。CHV、CHR か。ファンザ買ってる余裕ないのはいよいよな。いよいよ、ファンザもないか。いよいよ、君たちの、ツイッチのサブスクが、ファンザに、 なるる日が来るかまあまあまあ幕末志士が終わっても何とかなるんだろう中岡たちが卒業したり引退して僕一人になってもなんとかかんとかみたいな感じではあるよね坂本割と物欲ないのにどこにお金使うんさっきのこれ見てた <laughs> さっきのこの辺見てた君 この辺流れ見てさ物欲の塊をまあ1ヶ月で50本増えてんだぞ1ヶ月で50本増えてさ作品どころ物欲と性欲の塊だったかもしんないアマゾンでしょそうだね最近のアマゾンで買ったやつを見よう水水シャンプーポッカサッポロビズタイムサエルブラックえー任天堂スイッチのドックなしで HDMI で出すやつ えー、マルさんの豆乳くだらん買い物ばっかしてんなえー、コロコロ強粘着パナソニック三重型パルックプレミア面白くないな買ってるもんが、えー、中岡の誕生日の肉担々麺スープ14食まとめ買いセットかけるさん鍋万何サイズのご飯歯ブラシ50本こんなばっかだわ 最近は普通、なんか普通の服って感じ。これ、計5着持ってるわ、色変えたりして。わかるこういう服を着ている。わかりますか中にね、白いシャツが入ってると思いきや、入ってないタイプね。重ね着風のやつね。そう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 。え、ダサいって <laughs> ダサくはないよ。ダサくはない。襟元もね、このまんまシュッとこれ入るよね。 ドラえもんの伸びたのこれ入ってるじゃん。シュッてここ、襟元三角。同じく同じく。アクセサリーはつけてない。アクセサリーはしてない。ゾゾタウンで買おうよ。ゾゾタウン。ゾゾタウンアカウント持ってたんだけど、パスワード忘れて入れなくなっちゃった。パンチ力が弱い。だから、丸くなったのよ。私のファッションセンスも。昔のファッションセンスは、君が望むようなやつはさ、僕、家系あるからさ、わかるよ。君が望むやつ。 これだろう僕持ってたわ。持ってたやつが今持ってる。いやー、これ2023年11月だから全然時間経ってないわ。てかさ、今着てるやつだ。今年の冬着てるやつか。ペルソナ5のジョーカーね。一時期はマってたんだよな。ジョーカーコート。屋根裏の男と呼ばれたくて。ちょっとね、やっぱ40で着る服ではないかもしれないね。まあ、君たち若いから。 こういう服着ればシュッとしてモテるからセンスは僕あるからソ足さん似合いそうなの分かるソ足さん似合うんだったら僕も似合うわいパーカー買わなくなったなバックマン選手のファンも大体30代後半これね重たかったんだよね着ててずっしりとした可愛いけど40過ぎが来たらきつすぎる でもあれだろソクさんがこれ着てたら可愛いねってなんでしょ所詮だからね、顔で見てるわけよ、君たちは。ソクさんがこれ着たらいいねってなるじゃん。それがさ、じゃがいもが着てるからダメなのよ。それはそうだろうん、そうだろだから誰が着てるかが問題なの。年齢じゃないわけ。さつまいもが着てたらダメなのよ。<laughs> やんなきゃよかったら、ちょっと、ゆゆうたみやこの泥沼バラエティーの なかなかいい坂本のゲストでしたねなんてことで話を終わらせてくれなかったっまあ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 ゆうたさんとみやこさんどうもありがとうございました田足さんはね多分この後も結構絡むと思うんでまた機会があればっていうかゆうたさんとみやこさんは Twitch でも放送してるから今度なんかあればまたやりましょうスマブラでもいいし何でもいいゆうたさんがうまいゲーマーなんなのちなみに その強かったり年季入ってたりやり込んだりしてるゲームは何ピアノ勝ち目ないっていピアノは勝ち目ないそれはわかるあ向こうピアノでニコニコ楽曲みたいなの弾くじゃん七色のニコニコ楽曲みたいなの勝ち目ないからゲームでスイカかいやスイカで戦うかメタルギア対戦ではないよね、まあ、対戦系がいいや 太鼓の達人音ゲ芸系がやっぱ強いんだなまあいいだろう僕じゃあちょっと練習してでもいいからでまずスイカでスイカで僕は強いぞと戦いたいあのニュー太さんはマジでほんとに2015年からバクマスシスチャンネルずっと入会して <laughs> ずっと払い続けてしかも見てるのか見てないのかわかんない払い続けてる やめられんなあの人がいる限り活動はやめられんあ嬉しかったわ今日はやっぱりファンの前では全盛期でありたいよね明日からまた気を引き締めてより元気に活動していきたいと思う坂本でしたでは皆様今日はどうもありがとうまた明日お会いしましょう明日もオープンレックの大会に Twitch か YouTube かどっちかから 時間は7時か8時。そのくらいだと思うわ。じゃあねみんな、おやすみバイバイ。今日ありがとう。長々とありがとうございました。まあ、もしよければ、ゆうたさんとこのサブスクにも入ってて、あげてください。じゃあね。